ちょっと初日が休みで2日目でしたけど、まあ、全身日の表情から結構こう不安なさそうな感じかなと感じたわけだったけど、どうでしたか本人。いや意外とやっぱ入る前、そうですね、まあ、変な自信あったんで、うん、まあ、福井記念で結構収穫あったし、はい、でその後の練習も結構手応えあったし、うん、いけんちゃうかっていうのはありましたね。でこの1秒線の7レースに関していけば、まあ、中段しっかり取り続けば、うん、あの失敗はないかなというような感じです。またつともそういう話でしたね、うん、で、まあ、佐賀さんが結構引っ張ってというか流してたから、おやおやとはちょっといましたけど、まあ、結構スローやったから、まあラッシュ戦やったら得意なんで、はい、ネタが来たところで多分誰かしら口開いてんちゃうかって、そこもすぐ措置するかでしたね、うん、はい、じゃあしっかりもうその辺、まあ、一着とあとは近藤孝之さんと、まあそうですね、よかったです、はい、うん、意外とやっぱり表情ちょっと出るぐらい緊張してたかなと近藤孝之に思いましたけど、ありますか。まあ、うん、あったね結構緊張してきたみたいな、うん、僕はもうずっと大丈夫大丈夫って言ってたんですけど、うん、はい、本当にいいスタートを切りつつだけど、別にこの1秒線クリアは全然そのまだ始まってもないと言ったらあれだけど、まあ、周りの期待もそうですし、ね、うん、自分的にもやっぱりこういうところで満足してたらダメだと思うので、うん、はい、やっぱ決勝ですね、うん、優勝戦に入りたいですね、うん、そこまでは頑張りたいです、ね、まあ、そのいい意味で2秒戦以降そのこのチューブでやるぞみたいな感じでまとまれそうだっていう、ね、頑張って、うん、頑張りますわ本当にあの、はい、楽しみに、はい、盛り上げて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。